太平洋などの海の底にはレアメタルや銅、亜鉛といった金属資源が豊富に存在すると考えられています。現在日本、世界各国で海の鉱物資源開発に向けた取り組みが進められています。一方、商業生産が行われるときには環境への影響に十分に配慮することが必要です。私たちは海底で掘削され採取された鉱物、鉱石からどのような金属が溶け出してくるのか、また溶け出した金属が海洋生態系に、生物にどのような影響を及ぼすのかといったことを調べてきました。今回の環境儀海の見張り版では、この試験管に入っているシアノビウムという植物プランクトンを使うことで海水の金属汚染を検出するための我々の取り組みを中心にご紹介します。シアノビウムは金属の影響を受けやすく、実験的な取り扱いが簡単な株です。国立環境研究所に保存されているおよそ3000株の中から選び出しました。植物に光を当てると光合成が始まります。途中で光を遮断すると細胞に蓄えられた光エネルギーの一部が微弱な蛍光として放出されます。金属などによって光合成が阻害されると、この微弱な蛍光が減少することが分かっています。微弱な蛍光を簡単に測定できるコンパクトな装置、そしてシアノビウムを組み合わせることで海の上、船の上でも測定可能な実用的な環境影響評価技術の開発に取り組んできました。詳しくは環境儀72号をご覧ください。